Early reports, some unconfirmed, only underlined the scale of his ambition. 早期の報告書、早く出た報告書、いくつかは確認、unconfirmed、確認していないけれども、野心の規模、スケール、規模をアンダーライン、強調していた。オンリーだけを強調していた。彼の野心、ね、アンビション。There had been speculation that Russia's president might be satisfied withcontrol over Donetsk and Luhansk regions of eastern Ukraine containing small Russian-backed enclaves that were the object of last-minute diplomacy. There had been speculation, 憶測ね、憶測があった。あった。どういう憶測かというと、ロシアの大統領は might be satisfied with control over Donetsk, Lugansk. ドネツク、ルガンスクの管理をに満足、支配、コントロール、支配に満足するかもしれない、might be満足するかもしれないという憶測があった。で、ドネツク、ルガンスクというのは、Regions of Eastern Ukraine containing 東ウクライナで、の地域で、containing small小さなロシアに支援されたエンクレーブっていうのはね、なんていうかな、過去位置っていうか、囲った土地、日本語でなんていうかな、ちょっと綴りわかんないです。いや、エンクレーブ、エンクレーブ。飛び地、ごめん、飛び地。囲ったある国同士の中の飛び地、離れた飛び地。これ ロシアが支援している飛び地どうして飛び地っていうかっていうとね、ウクライナの、ね、東の端っこなんですよね。だからまあうん、飛び地っていうのかな、端っこの地域ですよね。だから訳せるロシアに支援された地域ですよね。 That was the object of last minute diplomacy。 ラストミニッツは直前のとか間際のとか時間的な土壇場のとか、まあ土壇場のディプロマシーは外交、土壇場の外交政策の目的であった、まあ、直前の外交政策の目的であったんだけれども、このロシアに支援した飛び地、小さな飛び地を含んでいる東ウクライナの地域がドネツク、ルガンスクだ、そういうに対するコントロール、支配をに満足するかもしれないという予測が、憶測があった。 But all that has crumpled in the face of a vast assault。 しかしながら、すべてのそれらは、バースト、広い、アソール、攻撃、全方面の攻撃、だから、ウクライナ全土の攻撃ですから、バーストって言ってんですね。全面的な攻撃に直面して、クランプル、くちゃくちゃになった。これね、クランプルなのか、クランブルなのか、迷うとこだけど、クランブルでもいいと思うんですよね。クランプルって書いてあるけど、これクランプル。
ボロボロに崩れる、崩れ去った。クランプルっていうのは、くちゃくちゃになる、潰す、クラッシュですね。